岡山県南西部の里庄町は、中心部に JR 山陽線と国道2号が通る県内で2番目に小さな町。そんな小さな町を熱く盛り上げるキャンペーンが里庄カレーなんとか。地元のカフェやベーカリーなど11店舗が提供するのは、それぞれの個性あふれる魅力的なカレーグルメです。まずはおしゃれなフレンチカフェの贅沢な一品から。国道2号沿いにあるフランス料理店ル・コック・ルージュです。合田義弘シェフが作るカレーなんとかは、こだわりのフォンドボーと甘く炒めた玉ねぎをふんだんに使った欧風カレーに、大きなエビフライを2つトッピングした欧風カレーと大きなエビフライです。欧風カレーいただきます。うまっ。野菜などの旨味がギュッと詰まってて、すごくコクがあって美味しいです。エビフライいただきます。外はカリッとしてて、中はとてもジューシーです。お店で人気のエビフライとスタイリッシュな空間が、贅沢な気分にさせてくれる豪華なカレーです。続いては地元の洋菓子メーカーの直営店、カフェサンラビアン。こちらのカレーなんとかは、バターチキンカレーとチーズのバケットです。店内で焼いたフランスパンにバターチキンカレーを塗り、チーズを乗せて再び焼き上げます。カリッとした食感と香ばしいカレー風味を楽しむことができます。カレーと一緒にラッシーをいただくのもおすすめです。次のカレーなんとかに行く前に、なぜ里庄町はカレーで町おこしなんでしょうか。キャンペーンを企画推進する里庄町の田辺さんに聞きました。もともと町内にはスパイスカレーやカレーパンなど人気のお店があったんですよ。で、調べてみると意外といろいろなお店でカレーが存在していることが分かりまして、これならみんなでつながって里庄町を盛り上げることができるかなと思いました。企画担当者おすすめのカレーなんとかを案内してもらいました。こちらは去年9月、家具ブランドマスターウォールを展開する赤瀬が自社工場と直営店の敷地内にオープンしたカフェ、ザ・グレイト・レイクス。こちらでいただくカレーなんとかは2種類、チキンとスリランカカレーの材料を使った甘みや酸味のコクのあるカレーと、豚のひき肉や玉ねぎ、トマトを煮込み17種類のスパイスを使用したカレー、2種類の合いがけスパイスカレーです。では早速スリランカカレーの方からいただきます。程よい酸味が効いててすっきりしてます。辛さもちょうどよくて夏にはぴったりですね。続いて豚のひき肉カレーの方いただきます。お肉のしっかりした食感とスパイスがとても効いてて美味しいです。里庄カレーなんとかのキャンペーンでは、その他にもドライカレーやカレーピラフドリア、手延べうどんに合うカレーや激辛カレーパンなど、個性的なカレーグルメで街を熱く盛り上げています。食べた人にはオリジナルステッカーのプレゼントもあります。里庄町には美味しいカレーがいっぱい。皆さん遊びに来てください。